今日のツーリングの主役、各部整備が終わった TZR です。ものすごい走りやすいです。ハンドルが CB750 だっけ、 CBR の方に変えて少し切って、すごいポジションが楽になってます。あとフォークはシール交換して、ブレーキもよく効きます。ブレーキフルオーバーホール、タイヤ新品。動かすと見にくいんだよね。このブレーキのこの後乗ると、バリオスのブレーキこんな効かなかったっけって感じです。なんか効き悪いよね。でもこれも干潮です。試しにちょっとエンジンだけ、安定してます。もう3000から使えます。まあ駐車場なんでちょっと1万8000回転以上やのあれはやめてきます。こっちがバリオス2、日本サス45馬力に対してこっちは40馬力。でもすごい軽くて粘るし、いいエンジンです。今日ハンドルの位置とか修正してました。ブレーキの効きはこの個体良くないです。あとタイヤ古いみたい。はい、これが私のバンディット。とにかく素直なハンドリングと低回転の良さ。バリオスのがよく回るんですけど、僕はこのバリオスの低回転の粘りが好きです。普通に走って気持ちいい。この辺のこの街乗りの良さっていうのは格別です。カチャカチャうるさいのが難点です。3500ぐらいでも赤持ちになっちゃうね、これね。嘘、回るよ、いい時は1万5000超えるだけ。だから今日調子悪いんじゃない、なんか。これがアタルさんのスパーダ、軽い VT ですか。とにかく手が入ってます、もうすべて。フォークはアジャスタブルになってるし、このタンクはアクアの黄色に塗る、自分で塗ったそうです。全方位に向けて、全方位カメラが作ってる。とにかく調子いいです、乗りやすい。ダメだ、コードがダメだ、ね、広角で撮ってるから見にくいでしょうけど、ちょっと指導してもいいですか。ねえ、粘るし乗りやすいんですよね。本当に乗りやすいバイク。はいはいはい。